ホンダ NR、ホンダ NR、NR とは、ホンダ技研工業が開発したオートバイであり、当初は競技専用車両として開発されていたが、後に一般市販車として製造販売された。2ストロークエンジンは、クランク軸の1回転ごとに爆発工程が1回、あるが、4ストロークエンジンは2回転に1回と半分である。ため、 同じ排気量と回転数では4ストロークエンジンの出力は2ストロークンジンより低い。しかも NR の開発が開始された当時のロードレース世界選手権通称 WGP のレギュレーション車両規定は現在のモートジッピーとは異なり4ストローク車に排気量のハンディアップは与えられずまた最大シリンダ数が4気筒と制限されていたため多気筒化による 高回転化による出力の向上もできなかった。そこで NR ブロックの総責任者であった入り混じり小一郎は2つの気筒の円を直線でつないだ形の超円ピストンを発送し最大4気筒というレギュレーションを満たしつつ V 型8気筒と同じ32本の9排儀バルブ8本の電化プラグとコネクティングロッドを備えた V 型4気筒超円ピストンエンジンを開発した。 こうして、理論的には2ストロークに対抗できる可能性のある4ストロークエンジンが完成した。この医療ピストンは関係者の間で u o ピストンの名で呼ばれ、技術開発、特にピストンリングにまつわる特許申請の都合上、NR500 及び超円ピストンエンジンの研究が終了する1984年頃まで、ストン形状が超円であることは秘密とされた。 他にも、過大なエンジンブレーキによる後輪のロックを防ぐ、バックトルクリミターやアルミモノコックフレーム、倒立フロントフォーク、16インチホイールなどの新しい技術が採用された。NR500 は1979年のロードレース世界選手権 WGP に、ホンダが復帰するに際して開発した4、ストロークエンジン搭載レーサーである。 革新的な技術のもとに勝利するというテーマからニューレイシングを略して NR と名付けられた。当時の WGP は鈴木の RG シリーズやヤマハユーザー500に代表される2ストロークエンジン車がタイトルを独占していた時代であったが、ホンダが車としてうちは4ストロークやという意識から4ストロークエンジンを推進していたこと。 他社の真似はせず独自の技術を開発するという創業者、本田総一郎以来の社風、また以前の参戦では最高峰 500cc クラスのライダータイトルを獲得できなかったこと等の理由から、4ストローク 500cc での開発が決定した。また、技術者を育成し、開発した技術を市販車に生かすという、走る実験室としての目的も兼ねており、開発チーム、 NR ブロックはレース経験のない若い技術者を中心に結成された。1979年6月のプレス発表で初めて公に存在を示した NR だが実際にグランプリにデビューしたのは8月に入ってからの第11戦イギリス GP だった。片山隆沈とミックグラントという二人のライダーに託された NR は予選では片山が トップから7秒遅れのタイムで予選通過、グラントはトップから8秒遅れで予選通過タイムを出すことができなかったが主催者の特別措置によって何とか決勝に出場することができた。しかし決勝ではスタート直後にグラントが自らのマシンから吹き出したオイルに乗って転倒した上にマシンは炎上、片山も電化系のトラブルで数周でリタイアを喫してしまう。 片山とグラントは最終戦フランス GP にも出場したが二人とも予選落ちという NR にとっては基本的な性能の面でグランプリを戦うレベルに達していないということが露呈したデビューイヤーとなってしまった1980年の NR はアルミモノコックフレームではなく交換ダイヤモンドフレームを採用して登場した一般的なスチールフレームの半分以下という 軽量差が利点のアルミモノコックフレームであった、実践になるキャブレターのセッティング変更にもエンジンの積み下ろしをしなければならないというエンジン上部の整備性の悪さが深刻な問題となり、シーズン直前のテストでモノコックフレームの廃止が急遽決定した。新たに設計する時間的な余裕がなかったため、この年のフレームは、マンシマ、TT レースなどで実績のあった。 イギリスのフレームビガーのものが採用された。エンジンも大幅な仕様変更を受け、前年のサイドカムギアトレーンからセンターカムギアトレーンとなって耐久性が大幅に向上するとともに出力も 19000rpm で 120ps 以上にまで高められた。その反面、耐久性のためにエンジン重量が 65kg 程度に増加し、150kg だった。 同時代の他社の5 0 0 c c にストロークエンジンに対して不利となった。しかし、レースとなるとエンジンは前年に比べ格段に戦闘力が向上していたものの、もともと基本設計が古かったフレームの合成不足が問題となった。この年はフィンランド GP、イギリス GP、西ドイツ GP の参戦に出場し、片山隆沈みがイギリスで15位。 西ドイツで12位と完走するものの前年に続いて NR はポイントを獲得することはできなかった。それでもフィンランド GP の直前にミサノで行われたインターナショナルレースに出場した片山が恋に入賞しており、前年の走ることすら難しいという状況からは脱しつつあった。1980年のシーズン中から新たな専用フレームの設計に 着手されており、1981年の NR は当時のスタンダードであるスチールパイプのダブルクレードルとなった。エンジンはヘッド周りのコンパクト化などによって理想的なバンク角である90度となって、ますます高回転化され、材質の変更や加工精度の向上などもあって、ほぼ当初の目標である百三十 p s 万九千五百 r p m の出力とログラムまでの 軽量化を達成したこの年の NR は、グランプリの開幕戦から、片山の手によってエントリーし、第6戦までで13位感想が1回と、相変わらず結果は残せなかったものの、成績が悪い原因は指導性の悪さと、マイナートラブルにいるものが大きく、レーシングマシンとしての実力はライバルに追いつきつつ、あるように思われた。このことは、日本国内で、 NR の開発を担当していた小山健吾が全日本選手権第6戦の鈴鹿 200km で N の初優勝を飾ったことでも証明された。そして NR のポテンシャルを確認するために片山と小山以外のライダーを乗せることが検討され始め、当時 AMA スーパーバイクにおけるホンダのエースであったフレディスペンサーの NR でのグランプリ出場が決定する。 まず7月にラグナセカで開催されたインターナショナルレースに出場したスペンサーは予選ヒートレースレース形式の予選でユーザーを狩るケニー・ロバーツを破って1位を獲得2ヒート制の決勝レースでは両ヒートともリタイアに終わったものの第1ヒートではリタイアするまで2位を走行するという速さを見せたそして8月のイギリス GP 予選11位からスタートで出遅れたスペンサーはベストタイムを更新しながら追い上げ5位まで浮上したところでエンジントラブルによってリタイアとなった原因は2万回転以上にまでエンジンを回しすぎたことによるバルブスプリングの破損だったこの年はこれ以降のレースに NR が姿を現すことはなくデビューからの2年間に比べれば大きく進歩を 下駄者のこの年も NR はポイントを獲得することなくシーズンを終えた。一方、NR ブロックでは1980年の終わり頃から2ストロークエンジンの開発が密かに始まっており、1981年の12月には、モトクロス用 125cc エンジンをベースとした 500cc3 気筒エンジンを積む軽く、インパクトな新型2ストロークマシンが完成していた。 この年、格段の進歩を遂げた前年型から、さらなる熟成を目指した NR であったが、スペンサーや片山といった、主だったライダーにはこの年デビューしたニストロークマシンの NS500 が与えられ、グランプリで NR に乗るのは、ロンハスラムのみとなった。しかも開発のウェイトは NS に大きくシフトしており、前年の終わりから開発が始まっていた NR のアルミフレームが、 実戦に登場したのは月になってからの日本 GP、全日本選手権だった。結局、全日本選手権では小山が上位入賞を記録したが、グランプリでは数戦で完走を果たしたものの最高位は、ベルギー GP の11位に止まり、NS がデビューシーズンを開幕戦3位、ベルギー GP で初勝利投稿成績を上げていたこともあって、開発チーム、NR ブロックは、 NS の開発に総力を注ぐこととなり、NR はついにグランプリでポイントを獲得することなく、この年をもって実戦開発は終了した。前期の日本 GP が NR500 が姿を見せた最後の実戦となった。翌1983年の第25回東京モーターショーで1台の NR500 が展示された。これはフレームやスイングアーム、 フロントホークのインナーチューブといった足回りがカーボン繊維強化プラスチック CFRP エンジンブロックはマグネシウムボルト類はチタン製という当時としては最新の素材をふんだんに使用したもので NR プロジェクトの集大成として 135PS のエンジン出力と 125kg の車重量を目指して試作されたものだった。 ちなみに1982年型の NS500 は 122PS、118kg。同じく1982年型のヤマハユーザー500は 130PS、122kg である。このマシンはあくまで実験車に止まり、レースを走ることはなかった。NR の開発で得られたエンジンや、車体の技術は、市販車の VF 旋回。 VF750 セーバー、VF750 回、VF500 回、VF400 回、VT250 回などに投入され、現在でも VFR800 回と VTR が市販されている。NR500 での WGP への挑戦は失敗に終わったが、開発チームはその後も、密かにツインターボを搭載した V 型二気筒エンジンを試作。 NR500 のエンジンを二分割したものにターボチャージャーを前後リンダーに一気ずつ装着し PGM5 で燃料を供給1983年10月には下級圧2.0で 153PS18500rpm を記録したこの試作エンジンを俗に NR250 ターボと称する当時の WGP のレギュレーションでは 500cc クラスに 下級機付きの 250cc エンジンで参戦することが認められていたため、この NR250 ターボで WGP500cc クラスに再挑戦する計画であったが、最高出力を追求する、あまり低、中回転域での出力が不足していたり、後に排気デバイスの採用で緩和、ターボラグによるスロットルレスポンスの悪さ、回位置でのターボ禁止の動き、 そして耐久性の不足といった理由により開発は中止された。また、NR250 ターボの開発で得られた技術を、イカシ VT250 ターボを開発するも当時の運輸省が認可しなかったために、幻の市販車となった。またこの件については、当時の馬力自主規制をはるかに上回る出力を発揮してしまったために、お蔵入りしたという説もある。 WGP では全く成績の振るはなかった NR500 であるが、日本では1981年6月の鈴鹿 200km レース国際 AB500cc クラスで小山健吾がポールポジションを獲得。6月14日の決勝では無給油で 200km を走り切る作戦で後続の2ストローク勢に約2秒の差をつけての勝利を飾っている。また、 アメリカのラグナセカで同年7月に開催されたインターナショナルレースの予選ヒート、レース形式の予選において、フレディ・スペンサーがケニー・ロバーツらの WGP ライダーをさて、ゴールインしている。しかしこれはあくまでも予選であったし、ロバーツらが乗ったのは最新鋭のレーサーでもなかった。翌日の決勝は、第1、第2ヒートともにメカニカルトラブルでリタイア。 NR750 は32バルブ水冷、V 型4気筒 DOHC749CC のエンジンを搭載した耐久レース用の競技専用車両である。不本意なまま終わった NR500 の挑戦に蹴りをつけるべく、また NR ブロック立ち上げ当初からの目的であった将来の市販化に向けた耐久テストを兼ねて、1984年末から開発に着手。 当初は1986年のデートナ200マイルレースへの参戦を目標に開発が進められたが、1986年度から競技専用車両の参戦が禁止されたため、翌1987年のルマン24時間耐久ロードレースに目標を変更して開発された。WGP や NR250 ターボでの経験を生かし、徹底的に熟成されたエンジンは、 1986年10月の時点で 156.5PS を発揮。翌1987年4月のルマン24時間レースでは、マルコム・キャンベル、ジルベール・ロイ、根本・健という職業ライダー1人に、ジャーナリスト2人の3人組をライダーに採用するなど、参戦はレース制覇だけではない違う目的を持っていたと考えられる。ゼッケン90で出場し、予選を トップの RV 回750から0.3秒遅れの2位で通過。決勝ではスタートから3時間半後にエンジントラブルでリタイアという結果に終わったが、長きに渡って開発されたダエンピストンエンジンの優位性はある程度証明されたと言えるだろう。同年秋にはオーストラリアのスワンシリーズ3レースにも参戦し、第2戦第1ヒートでマルコム・ギャンベルのライディングによって優勝。 NR750 が国内外のメジャーレースで勝利したのはこの一章のみである。NR とは1992年にホンダ技研工業が発売した打円ピストンエンジンを搭載した 750cc のオートバイである。レース用の NR500 と NR750 のエンジンのピストンは打円と呼び習わされているが交通信号機を見て思いついたという逸話もある通り、 正確には、腸炎、二つの半円を直線で繋げた陸上競りのトラックのような形状である。腸炎は、ピストン面積に対する旧排気バルブの面積比を大きく取れ、旧排気効率は高い。しかし、半円から直線につながる部分で曲率が不連続であるので、ピストンの機密性を維持することが困難であり、同時に加工が難しく量産に向かないという問題がある。 そこで、市販モデルのエンジンでは、楕円に沿って移動する円が形成する正規楕円放落線とした以上の詳細は、楕円ピストンエンジンの記事も参照。この形状は、ピストン面積に対する旧排気バルブの面積比を、長円と、ほぼ同程度に確保することができる上、極率の変化が連続であるため、機密性に良好である。また、加工性にも優れており、 市販品としての量産が実現できた。NR ブロック立ち上げ当初からの開発した技術を市販車に生かすという目的を具現化すべく、1981年から大円ピストンエンジンを搭載したオートバイの量産化計画が立ち上がり、周辺技術の研究がスタート。開発当初は耐久レーサー NR750 のレプリカとして計画されていたが、 同社の VFR750R との競合を避け、また当時のオートバイブームとバブル景気もあって、純粋なレプリカモデルではなく、ホンダの二輪、フラグシップとしての車両コンセプトに変更された。NR の開発に伴い、油圧タペット調整機構や、現在のハイパービテックにつながる、バルブ休止機構、可変フライホイールなどの量産化技術が確立され、また、 NR での採用は見送られるが、DCBS と呼ばれる全連動ブレーキも開発された。1990年のモーターショーでプロトタイプを発表、1992年5月25日に発売された。1992年の日本国内での販売計画は300台。海外仕様の最高出力は 130PS、14000rpm だったが、 日本仕様は、当時のバ力リキジ主規制値に合わせた 77PS、11500rpm だった。ロリス・カピロッシ氏のライディングによって、当時の 750cc 市販車の最速記録を、いくつか樹立するなど高い性能を示す。しかし、販売を前に、バブルが崩壊、値段も520万円と、高額なため納車段階でのキャンセルが、相次ぎ、生産終了後、 数年経っても新車で購入可能なほど売れ残ってしまうという浮き目を見ることになる。2005年をもってすべての部品製造などが終了。フラグシップとしての役割も中途半端なまま NR は姿を消すこととなった。1993年の8月28日から8月29日、イタリアのナルドサーキットにおいて樹立。 挑戦したクラスは 750cc 部門。ライダーにはロリス・カピロッシを起用。使用した NR は最大出力 155PS、15500rpm までチューニングが施され、また保安部品類を取り外し、サブフレームを簡略化、フロントブレーキも片方を取り外すなどして 185kg まで軽量化したものが用意された。なお、 ローリングスタートの初回乗船では1マイル、平均時速 304.032km を記録している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。